食事中の方、なんかすんません。全国の特別参考ババ深夜の放送部でやらせてもらってますタクです。ちなみにインスタやってます。さあ本日なんですが、ちょっと前に異常なフェチっていうのを動画で取り上げたんですが、報告つかなかったんですよ。いやフェチでと思ってちょっとイラッとしたんで、露骨に異常な性癖紹介してやろうと思います。絶対広告つかないのを分かって動画上げることに興奮を覚えてよ。っていうのもちょっとヤバいニュース飛び込んできました。それがですね、とある女性なんですが、地元ではこう呼ばれているそうです。コンドームのトーニャ。いや不名誉やなこれ。なぜ彼女がこう呼ばれているのかと言いますと、なんと彼女全く他人の使用済みコンドームを一つ15ドルで買い取って壁一面に貼り付けてるんですよ、びっしり。しかも顔写真付きで、ちょっとこれ誰にも迷惑かけてないですけど、理解しがたいですよね。でなんか深い理由でもあるのかなと思って調べましたら、事の発端は元彼の使用済みコンドームの匂いが好きで収集を始めたっていうあっさい理由でした。いやそれにしても他人のを飾るっていうのはちょっとチャレンジャーすぎますよね。でこれまでに集めた数がですね、なんと1921個らしいです。こんなに売る人がいるんですね。でまあ1個大体2000円ぐらいとして、その金額約400万円です。豪華不景で、この彼女のコメント、どんどん使用済みコンドームが増えていくのは最高の気分です。使用済みコンドームが届いていないか郵便受けを確認するときはとても幸せな気持ちですよ。毎日がクリスマスって感じねとね、なかなかぶっ飛んでました。さすが幸福度2位のノルウェーだなと思いましたね。いや関係ないか。まあそんな性癖の人にも世界はいるよというお話でした。ではここからですね、さらに異常だと言われている性癖の事例をご紹介します。1つ目、露出性愛。はい、露出狂です。2つ目、加害者性愛。はい、こちら首絞めとかですね、 S の最終形態と言われてますね。マジでぶん殴ることに異常な興奮を感じる人です。これめっちゃ怖いよ。次です、3つ目、少女性愛。はい、これは俗に言うロリコンですね。社会問題になってますね。次です、4つ目、投資性愛。はい、これは第三者がしてるのを見るのが好きってやつですね。ただ相手は見られていないっていうのが絶対条件らしいです。いやマジックミラー号か。いやツッコミ最低か。次です、5つ目、姿勢愛。はい、こちら資生堂みたいです。これはですね、死に関することで性的興奮を覚える、危険度がつば抜けてる性癖です。ただしこれ相手がとかじゃなくて、自分がそういった状況にあるのに興奮するそうです。血とかがそうですね。次です、6つ目、三者性愛。はい、これはですね、さっきの政治性愛とちょっと似てるんですが、自分の恋人が第三者としてるのを見るのが好きというぶっ飛んだ性癖です。だからあえて浮気させることもあるそうです。まあ、一体何がしたいのか僕には理解できません。はい、というわけでご紹介しましたが、まあこれ氷山の一角で他にもたくさんありました。で、なんでこうなるのか、これがね直接犯罪につながる根拠っていうのはないんですが、事例はたくさんありますよね。で、これは幼少期の虐待が原因なこともあれば、一度そういったシチュエーションとかで興奮を覚えてか忘れられない。さらには映像作品とか、そういったゲームやアニメなどから興味を持つというようなさまざまなパターンがあるそうです。今自分は大丈夫だろうと思ってる人でも、いつ開花するかわからないそうなんで、まあ、変なちょっと変わった性癖には興味持たないように注意してください。まあ、ちょっとねイージーなやつなら、相手がいいならいいとは思いますけど、死んじゃうやつもありますから要注意です。なんかコンドームからすごい真面目な話になったんだから。はい、というわけで今日は以上でございます。まあ、動画の感想お待ちしております。まあ、まさにこれ聞いてなんて言えばいいなんですけどね。以上、ちゃんとコンドームつけましょう。おやすみなさい。